公共曲第2番焦点はブラジルの作曲家エートルビライコールロボスが1917年から1944年にかけて作曲した公共曲である。ビライコールロボスは1917年にリオデジャネイロで公共曲第2番を作曲したが楽譜が完成したのは1943年末から1944年初めのことである。 初演は1944年5月6日、作曲者が指揮したブラジル国立放送還元楽団によるラジオ放送であった。北米での初演は、それから半年余り後の1944年11月26日、ロサンゼルスのフィルハーモニックオーディトリアムで、ビライコールロボス式のヤンセンシンホニーオブ、ロサンゼルスによって行われた。この作品は、 バンサンダンディのスタイルで書かれた5つの公共曲サイクルの第2番である。ピッコロに、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラバスーン、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、チューバ、ティンパに、タムタム、バスドラム、シンバル、サイドドラム、タンブールでバスク、チェレスタ、ハープに、弦楽合奏全4楽章からなる。 演奏時間は約50分あり、これは彼の公共曲の中で公共曲第10番に次ぐ長さである。アレグロノントロッポアレグレットスケルツアンダンテ、モデラートアレグロボー頭の主要な第1主題は、その後の全ての楽章で循環的な主題として戻ってくる。第二楽章の展開部では2回、第3楽章の展開部の最初では低木管楽器で、第4楽章の展開部、 または、エピソード部では、最初はバスクラリネットで、その後ファゴットとコントラファゴットが加わって登場する。第三楽章は、単調なソナタ・アレグロ形式で、ロ単調から二丁調への変化が、女装と作品全体の流れを示している。フィナーレは、ソナタ・アレグロ形式であるが、調整関係は型破りである。二つの主要なテーマは、三音で区切られた調整をもって、 おり、助走では E と B、副賞では G と D と単三音で髪型に移調される。テーマ的には、この学章には、自身のテーマと公共曲の主要な循環テーマが含まれているだけでなく、前のすべての学章のテーマのモチーフが想起されている。ありがとうございます。